こんにちは、チェンバリンです。今回は隣のサイト紹介ということで、私の弟のお気に入りキャンプギアベスト10を紹介したいと思います。思いつきの企画で始めたのでちょっとぐだってますけども、コーヒーとかお酒とか飲みながらゆったりと見ていただければと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、それでは隣のキャンパーのサイト紹介ということで、おすすめのキャンプギアベスト10ということでお送りします。よろしくお願いします。じゃあ早速まずベスト10、第10位、はい、第10位の紹介から。細かいものこの木の上でしょうか。あ、いいよ。第10位ででん、はい、とかいらん。はい、こちらは森田のケトルですね。はい、ソロ用です。はい、こちらの気に入ってるポイントは形かな。形、めちゃくちゃこぼれるけど。めちゃくちゃこぼれるし、これ蓋が落ちるけど蓋落ちる僕が編み出した注ぎ方はこう。あ、お湯を注ぐときに蓋が落ちるってことですか。あ、それなしでやると思う。あ、落ちる傾けすぎる。使い勝手あんま良くないけど、まあこの薄さがで、確かに薄い。今日持ってきてないけど、パッカウェイの、うん、コールマンのクッカーセットに、はいはいはい、これがスタッキングできるんで、へえ、ぴったりです。なるほど、はい、これはどこで入手したんですか。なんか家にありました。あ、家にあった家族が使ってる。兄貴が勝手に引っ張り出してきたのを1個もらうという。兄貴はい、はい、私は持ってますそれではおすすめのキャンプギア第9位、はい、はい、ブッシュクラフトインクの、はい、皮膚規模です。皮膚規模、かっこいい。ケース付きで買いました。ケースも最初から付いて、これも付いて、結構必要十分な長さ。動きもスムーズ。あ、もう全然今のところ砂利でも入ってないんで大丈夫です。皮膚規模はこれを最初に買ったんですか。最初ダイソーのやつを使ってて、はい、ただダイソーのやつって一番短くしてもほんとなんかもうこれぐらいになってた、うん、さらにこれよりももっとちっちゃくなる。あ、なるほどなるほど。かなりコンパクトに。でまあ多分ここはループがついてるんで、あ、引っ掛けたり。このケースが気に入って買いだった感じ。何で買いました。これはこれはホームセンターで。ホームセンター。ホームセンター。あー、バロー鏡ヶ原中央店それいるんか聖地で、はい、衝動買いしました、はい。じゃあ第9位はブッシュクラフトインクの皮膚規模ということで、はいはい、はい。それでは第8位の紹介。はい、はい、DOD の、はい、ポップアップ LED まあテロップ出しとくはい、こちらはランプ。ランプ、はい。これはもう買った時からエネループ入れて。あ、充電式。ずっともうソーラー充電を日中しておいて、はいはい、夜使うって感じで、うんうんうん、1回もなんだ電池切れを起こしたことがないです。あ、1回も1回もないですこれ買ったのいつですか。俺割と1年前ぐらいキャンプを始めてライトがいるなっていう時に、はい、楽天ポイントで。あ、楽天ポイントで買いました。あ、僕と一緒ですね。はい、クッカーセットと一緒に買ったかな。あ、なるほど。必要だろうっていう。これは何、充電式なんですか。これは充電もできるらしいですね、このコード。ああ、ははは、USB 別でついてて、はい、でもしたことない。もう全然僕はこのソーラー電池のエネループを入れて、ソーラー電池だけで夜も過ごしたことがあります。なんかさっきぐにょって伸びましたね。なんか、あ、そう、これなんか、やばって。かわいいですね。開く。これをこうテーブルの上に置いたりして、はあはあ、手元を照らしたり、こうやってぶら下げて、あ、なるほど。カラビナがつけれる。カラビナついてる。ちゃんとここ段差がついてるのも
結構気に入ってるポイントですね。あ、なるほど、ずれない。こう真ん中でちゃんとカラビナが固定される。はあ、はあはあ、はあ。ちょっとプラスチックなんで、ガタつきはあるものの、全然今のところ壊れる気配はないです。なるほど。はい、これが第8位です。はい。はい、はい、それでは第7位の紹介です。セリアの、はい、ツールボックス、はい、ツール缶です。ツール缶、はい。これは、火付けセットが主に入ってます。火起こしてるやつ。缶の中に缶。まあ、一応。マチフタ箱。マチフタ箱。マチ付け。もう万が一。万が一に万が一。マッチ箱シンデレラフィットしてる。これぴったり。ぴったり。まあ、しけらないように。はいはい。なるほど。で、ちょっと切らしてますけど、チャークロスを。あ、チャークロスのと入ってる。どう使って。これが、キャプテンスタックのメタルマッチ。ほぉ。ミニメタルマッチ。キャプテンスタックのメタルマッチ。使い勝手どうですか？ちょっとちっちゃい。あ、ちっちゃい。でも、もう火付けには十分かなと。おすすめできますか、これ。これは、なんか大きいやつもあるんで、まあ、でもどこにでも売ってる。あ、もうアウトドア用品やからホームセンターはどこでも売ってるから、まあ手には入れやすい。確かに。っていう。でも全然本当に必要十分な機能が備わっております。セリアのこの缶缶最初からこの色でしたよね。あ、これは思いついて焚き火で焼いてみた。あ、焼いてみた。すすけさせようと思って。なかなかかっこよく仕上がってるじゃないですか、これ。本当はなんかこの銀色のツヤツヤした感じ。はい、まあ、ご責任でやりまして、ここはちょっと穴開きましたね。やりすぎて、歪みすぎて。でもまあ、いい味出たかな。かっちょいい。はい。第7位は、セリアのツールケース。それでは、じゃあ第6位の紹介です。はい、出ました、大物ですね。はい、こちらは何でしょう。サイバートロンの、はい、ザックです。サイバートロンザック。色はブラック。ブラックですね。ブラックです、はいはい、定番ですか。これはまあそうですね、 YouTube を見て買ったって言えば大体伝わるんじゃないですかね、誰のを見たかこの、はい、気に入ってるポイントは、まあもう物を入れるのをね、あのポケットがいっぱいついてるし、確かに細かいギアルこれで全部入っちゃってます。で、まあこういうベルトを伸ばせばフォームマットで挟めるので、これ横のポーチは最初からついてるんですか？で、最初からついてる。セットで。これはセットで。まあなんかカスタムするかなと思って、システムするかなと思ったけど、まあ今のところ自分が持ってる道具は大体ここに収まるっていう感じです。はい、結構この横のバッグが、ここに結構、はい、結構すぐ出したい。なるほど。ナイフだ、焚き火セットがこういうセットが、ザン結構入りますね、これね。結構入ります。で、なんかもう、全然、ガンガン使える。うん、ガシガシ使える。かっこいい。で、まあ、色を黒にしてよかったなと。うん。結構なんかあの、なんだ、サバイバル系の色とかね、あるけど。全然かっこいいし。なんか、あの、両方これ、簡単に取れるから。うんうん。ちょっと旅行行くときとかの普通のカバンとして、あ、旅行でも使える。全然背負い心地がすごくいいから。うーん、ただまあ難点は、うん、難点もかなりあのベルトが垂れるっていう下に垂れる。なるほどね。ちょっと自転車とかバイクは危ないかもしれない。あ、ベルトがたくさんついてる。これまあ緩めてるところもある。これをパチパチつけてもちょっと垂れる。はいはい、あ、下にね荷物くくりつけたらあれかもしれない。なるほど、それはちょっと難点。これは言われてきて。なるほど。はい、第6位はサイバートロンのバッグでした。はい、じゃあ第5位の紹介です。はい。おお、これは何ですか？
は剣ナタです。剣ナタ、普通のナタじゃない、まあ、普通のナタなんですけど、はい、まあちょっと歯の形状がいかつい両刃で、両刃でまあナタほど大きくないみたいな、多分枝をこう落とすのに使うのが主な使い方だと思う。だからこれも YouTube で剣ナタを使ってる人を見て、見た目がいいなっていう、かっこいい、これパーツがすごい、これ相当分厚いですね、相当分厚い巻き全然歯が入った瞬間に割れます。バトニングしやすい、バトニングしやすい、とてもしやすい。これはちょっとまた後からバトニングの様子も見させてもらおうか。すごいな。剣ナタすげえね、やっぱ結構太いよこれ。お気持ちいい。二発割れすぎて飛び散るときは十分。そういうこと。これぐらいの力でやる。これいい巻きだなと思って。はい。ありがとうございます。大きさの巻きが出ます。今日やんのかな。これどこで買ったんですか。これホームセンターで買いました。出た。園芸コーナー。園芸コーナーで。我らがホームセンター。本当に普通の四角いなんだと迷ったけど、最後はちょっと見た目。そんなにでは高くないですかね。これ2400円くらい。2400円、ナタの中ではちょっと下かな。ああ、まあまあ、これはフェザースティックとかも作れるかな。これはちょっと無理、難しい。工作さんが作る。人の名前これ。ちょっとわかんない、ちょっとまだ研ぎ方を勉強しないと。ちょっと最近落ちてきた。まあでもバトニングで使う分にはもうガシガシ使える。お片付きはないです。なるほど。ケースもここについてる。サヤ付き、サヤ付き、かっこいい。ダブルスナップ、あ、そこ大事。あ、抜けなきゃ。はい、はい、第6位はホームセンターで購入した剣ナタでした。はい、はい、じゃあちょっと番外編ということで、こちらをぜひ紹介したいということで、このポーチですか。まあこれもコーデュラですごくいいんですけど、はい、まあこれは普段から使ってる、あんまキャンプギアと思って、はぁ、はぁ、ですね、おっと。まさかの焚き火の、最近話題の焚き火のキーホルダー、はい、買っちゃいましたか。本当は、はい、一番でかいぬいぐるみは欲しかったんですけど、はい、まああってもしょうがねえやと、キーホルダーにしました。たまにこういうの欲しがるよね。なんか可愛いから、ね、いつでも焚き火を、ね、なるほど。ちょうどこの木のね、下とこれなんかいい感じでこういうところにあると写真を、あ、映える映える。ちょっとカバンにつけちゃった、ね、はい、なるほど。番外編でした、はい、番外編でした。はい、じゃあ第5位の紹介です。はい、はい、これを見て分かる人もいると思いますが、この形ほどけば、すごい、ちゃんとバンダナにくるんだ。あー、出ました、スノーピークのアルミクッカーですね。アルミパーソナルクッカー、パーソナルクッカー、はい、かっこいいな、やっぱ2つ、お鍋と、まあ、フライパン兼蓋、はいはい、まあ、2つずつついてる。これはさっきのサイバトロンにちょうどこの向きで、あー、横でちょうど入るなっていう、ちょっと今までコールマンのさっきのパッカーウェイクッカーセットを使って、ちょっと大きい鍋はすごく気に入ってたんですけど、まあちょっと
カバンの中に入れるのがちょっとでかいということで、うん、なるほど。でまああと焚き火で使いたい、あ直火でね、直火でガシガシ育てるのをちょっとやってみたいということで、なんか別にこうコスパがいいっていうふうに、うん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 、スノーピーク商品の中でコスパがいいっていうのを聞いてたんで、スノーピークのロゴはあるのかな、ここにね、すごい、あで、まあ本当はこれあのアンケースというか、うん、ネットがついてるんですけど、はい、僕の大好きな YouTube の、はい、後ろシティの阿蘇和さんが、阿蘇和さんが、阿蘇和さんがこの阿蘇和大先生が、阿蘇大先生が、はい、バンダナを使って100均の、ね、これバンダナも洗えるし、すすけちゃうから、あこれ100均のバンダナ、100均の、あいいっすね、すすがついても、まあ、すぐ買い直したり、うん、直火でガシガシ使うためにそうこれにしたとした。あれ実際洗いますか？あ今んとこちょっと洗ったり、ちょっと洗ったりして、うん、様子を見ながら育ててます。うんうん、なるほど。はい。あとはキャンプセット5が欲しい。キャンプセット5。はい、じゃあ第5位は、はい、スノーピークのアルミパーソナルクッカーということでした。はい。はい、じゃあ、第4位のお気に入りのギア紹介。第4位、はい、おーコールマンコールカップ、コールカップ、おーこれはもうね見た目が、見た目大好きです。お気に入りポイントは見た目、見た目です。確かに白とこれもホーロー、なんかエナメル、エナメルもうちょっと入ってるのね、ペットボトルからじゃなくて、まあ、あえて注いで飲んでみたいな、うんうん、いうのにちょうどいいのがあるので、またまたサイバートロンにこれカラビナでつけてるんですけど、はいはい、それをつけて、まあ、歩いてる時に音が結構カラカラしていいかな、でもちょっとお気に入りポイントです。音がね、またなんかまあコールマン商品は好きなので、うん、ロゴマークとかも、うんうんうん、これなんかちょっと色がまたいいそうっていう、なるほど。保温とかは悪いです。 あんまり使い勝手はよろしくないでもまあ、ね、完璧すぎるのも面白くない。なるほど、名言出ました完璧すぎるのも面白くない。はい、第4位はコールマンの、マグカップでした。はいはい、じゃあキャンプギアベスト3ということで第3位の紹介をお願いします。はい、はい、こちらです。出ました、はい、東京キャンプの機体とウィンドスクリーン、おーウィンドスクリーンは最近買いました。あこれはもう別売りで、別売り、はいはいはい、東京キャンプ、うーんよく見る形の焚き火台ですね、まあ、いわゆるいわゆるピコグリルだと思います。だけどものすごく、うん、あの頑丈で、うん、全然太い薪をもうバトニングしないで乗せても大丈夫という、まあちょっとこういう形で、ね、風防はいるかなっていうところで、うんうん、いろいろ待っていたら、うん、東京キャンプさんが出してくれた、なるほど、オフィシャルで出してくれた純正の風防、またこの黒がちょっとかっこいい、これ確かに黒色で、うん、珍しい。この間使った時、うん、黒だとそんなに輻射熱が強すぎないみたいで、あ程よく暖かくて、はあ、暑すぎないで、暑すぎない、あなるほど、別にこれの前で冬は半袖にならなくてもいい軽い、軽さ、あ軽、まあまあ、どうこの形にしては重い方だとは思いますね、うん、そこをあまりこだわってない。こだわってない。調理はしやすいですかこれは。なんか人によってはでもなんかここカットしてる人、高さがちょっとあるっていうことでカットしてる人とか、それこそこれの短いところが、うん、オフィシャルから最近カスタムパーツとして。あ、短い高さのやつもあると。出てるそう。おおほう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 。ところ僕は元々のオリジナルを不自由に感じることはないです、うん、なるほど、はい、
これがお気に入りキャンプ道具ベスト3第3位ということで、はい、東京キャンプの焚き火台でした。はい、じゃあ第2位の紹介です。はい、はい、第2位、あ、お、これは何ですか。これ無印良品のほう、トラベルポーチっていうかね、無印良品のトラベルポーチ、キャンプギアじゃない、本当は、はい、歯ブラシとか、うんうんうん、シャンプーとか、うんうん、そういうのを入れると思うんですけど、化粧品とかね、はいはい、僕はこれをこんな感じで、あ、これは調理ケースね、まあカトラリーケース兼調味料ボックスって感じで使ってます。結構入ってますね。結構めっちゃ料理やる人ですねまあ大雑把に、はい、はい、オリーブオイル、オイル、醤油、醤油、これは気に入ってます。マジックソーマジックソーとブラックペッパー、ブラックペッパー、はい、ポリッシュ、はい、気に入ってます、はい、これは珍しいと思います。初めに出ました、これは紹介したい、岐阜の中津川市、中津川の名産品、名産品、福丸屋さんというところの一味です。これはこれが第2位これあ、違う違う、これはまあ、これはまあ 2.3 ぐらい、 2.3 ぐらい第2位はこっちのトラベルポーチ、はい、これもお、これ何ですか。これユニフレームのカラカとフォークとスプーンです。色がまたスリットな色でこれしかなくこれしかないこれが欲しかった。あ、ここにこれは、ね、これはまあ偽物です。あ、これはちなみにどこで買いました。ドンキホーテで。あ、ドンキのポケットストーブ、ドンキホーテで、はい、固形燃料付きで750円。これはさっきのアルミパーソナルクッカーのちっちゃい方、自動炊飯として使ってます。なるほど、結構入りますね。あ、来た、あ、これこれ紹介しちゃっていいんですか。ここでこれちょっと詳しく話したいな詳しく、まあじゃあどうぞこれはあれですね、これは外の、うん、スライドガストーチですね、この形、はい、なんですけ けど、はい、まあゆるキャンバージョン、おお、かわいい、はい、でも色は黒色だからね、うん、なんかさりげないゆるキャングッズだなと思って、てか普通にスライドガストーチは機能として十分だし、僕はメインは CB 缶なんで、うん、ガスの充填もいつでもできると。あ、CB 缶からガスの充填ができる。できる。あ、素晴らしい。はい。はい、で、まあこれキャップがついてるから新しいバージョンですね。これ。そうですね。Amazon でこれは購入します。Amazon で。これゆるキャンはこれゆるキャン仕様は Amazon しかないんですか。どうなんですかね。まあお店には売ってるとこは見たことない。確かに。かっこかわいいって感じ。なでしこちゃん、シマリンがいます、はい、どっち推しですか。シマリン、あ、シマリン、はい、シマリンです、シマリンです、まあ、あと、細かいこういうお玉とか、お玉ね、というのは、まあ、あとお箸とかはこれはダイソーで、ダイソー、すごいね、意外と必要だもんね、お玉とか。お玉は、冬場は鍋絶対やるんで、このヘラは一回も使ってない。ヘラ使ってないこのケースは一応フックがついてる。おお。引っ掛けられるように。ああ、なるほどなるほど。これは便利。あ、そこにね、調味料たくさん入れて。調味料たくさん入れて、まあテントの上とか。テントにちょっとぶら下げてみましょうか、ね。はい。ちょっとそれですか。じゃあ第2の無印のトラベルポーチをぶら下げるとこんな感じ。テントに。かけるとこじゃないですけど。綺麗として、うん、ところにまああれば散らからないし、うん、調理してる時にまあ、うん、確かに、なんかこれ出しやすそうね。なるほど。はい、それじゃあお気に入りのキャンプギア第1位発表どうぞ。コールマンの、はい、はい、出ました、テント。2021年から
2021年から、うん、はいはい、去年2月頃発売だったのを発売日に買いました、ね、うん、まあ最初のテントはもう最初からもうこれでいくというのを決めてた、うん、あ決めてたの、このカラーが出たのがすごく嬉しくて特別で、もともとなんかちょっと黒と緑みたいな、なんか出ない色だったけど、うん、まあそれでもいいなと思ってたんですけど、はい、この色が出てより、うん、購買意欲をそそられました、うん、いやいいですよねこれね、もう何回も使ってます、うん、お気に入りのポイントは、お気に入りのポイントはもう居住性、居住性、居住性、結構広いですか、なんか結構広いです、2人ぐらい寝れますか横に、僕の場合だと多分入らず、入らない、ただ寝て中に荷物を入れても、まあ全広いですね、全室がこれだけ広いんで、そうですね、これ閉めれますかここ、あお、なるほど、決めた時にこの白色の部分がまたちょっとかわいい、かわいい、いいね、かっこいい、ね、まあ、この形はね、さっきの荷物全部この中入ってるんですもんね、全部入ってます、うん、すごい、今のところ、まあ、壊れた箇所がなく、ボールもオリジナルのまま、うんうん、使ってて、うん、雨降られたことも、うん、凍ったこともあったけど全然大丈夫、うーん、タフ、最近あのサーカス ST デラックスをちょっと新調してボールが欲しくて使ってるんですけど、はい、こいつのインナーがインストールできるんで、あ、ツーリングドーム ST のインナーが天幕のサーカス、まあ、テントに入ると、なんか今までの寝床の居住性そのまま、はいはい、快適さに貢献してくれてる、なるほど、まあ常に持ってくやつではあります、うーん、これは確かにいい、これを見てドームテント買おうと思いましたそうなんです、はい、じゃあお気に入りのキャンプギアベスト3は第1位ツーリングドーム ST で、はい、いかがだったでしょうか、弟のお気に入りキャンプギアベスト10、定番アイテムから、ちょっとニッチなアイテムまでいろいろと面白かったですね、なんか僕の持ってるキャンプギアでも見てる視点が違ったりお気に入りのポイントが違ったりしてすごく楽しかったです、このキャンプサイト紹介なかなか楽しんで、また別の機会にやれるといいなと思ってます、皆さんの何かの参考になれば、幸いです、途中さらっと紹介いたしましたけども、中津川の味目胡椒、あれ本当に料理使えるので、普段でも使えるので、ぜひですね道の駅行った時に、購入して使ってみてください、それではまた次回の動画でお会いしましょう、チェンバリンでした。